そろばん両手でやるやり方の、今回は後編ですね。前編の動画もしっかり確認しておいてください。まず両手でそろばんを弾くやり方に説明する前に、当然片手でそろばんを弾いててもある程度の、段位ぐらいまではいくと思います。じゃあなんで両手で弾く練習をするんだろう。当然いくつかいっぱいメリットはあります。当然両手で弾きますので、右脳と左脳両方とも同時にトレーニングができますので、いろんなメリットがあると思いますので、両手の練習もしていっていいと思います。じゃあ、一体何級から、そろばんの何級ぐらいから、両手の練習をすればいいんだろうという話ですね。前回の動画でも話したみたいに、そろばんはメモ帳代わりに使ってほしいですね。計算は頭の中で暗算であって、その答えをそろばんの方に記憶させる、記憶させるためにそろばんは、使うという考えであれば、ある程度暗算能力がいかないとダメですよね。そうなると、あくまでもゴリ先生、の考えですけども、そろばん6級程度練習していれば、うちで言うとそろばんよりも暗算を先に専攻してますんで、そろばん6級ぐらいの学習に入ってるということは、暗算はすでにまあ5級受かってるだろう、4級ぐらいの練習してるんじゃないか、大体そのあたりぐらいでいいんではないかと思います。じゃあ、そろばん6級、掛け、割り、見取り、いくつかあると思いますけど、何かやるか、この後動画で説明するのは、まず割り算からですね、答えをまず左手で置いておく。その答え、置いた答えに対して、引く。割り算は引き算なので、どんどん引いていく。引いていくのは右手でやる。さらに、その割り算と今度は読み上げ算ですね。読み上げ算。繰り上がるときに人差し指で、繰り上がる方は人差し指で、繰り上げていくという練習をこの後やっていきたいと思います。それでは割り算を両手でやっていきますね。8924割92です。普通に問題は、8924と置いてみましょうか。指は先導ですね。8の中に9はない。89の中に9はあるですね。ここに、答え9。この答えを置くときに左手。この答えを置くときだけ左手を置いてみましょう。九81、九に18ですね。6の中に9はない。64の中に9はあるですね。7ですね。この答えを置くときだけに、左手を使ってみるという。七九63、七に14ですね。答えは97です。まず、割り算の場合は、答えを置くときに左手で、置いてみましょう。それでは、読み上げ算を両手でやるときですね。願いましては、38円なり、621円なり、72円なり、43円なり、986円なり。このあたりをやってみましょう。まず、38円なり。普通に38円足してみますね。621、このときも621、普通に足してみましょう。次、72ですね。繰り上がるとき、70足すときに、この繰り上がるときに、左手の人差し指、ここで繰り上がるときに同時で72、次も繰り上がりますよね。8を引きながら10を上げる。43、986ですね。これで1760ですね。先ほどの割り算もそうですし、この読み上げ算、これも両手で、練習していくことによって、どんどん、左手を使うことに慣れてください。そうすれば掛け算なんかも自然に左手を使っていると思います。まずは簡単な問題から練習してみましょう。